皆さんこんにちは、青木浩太です。今コロナという恐ろしいウイルスで、皆さん大変な時期だと思います。僕もジェフの試合を見て元気をもらったり、今でもパワーをもらったりしていますし、こんな素晴らしいチームの試合が見れないっていうのはとてもストレスです。皆さんもそうだと思います。コロナが落ち着いたら、我慢自粛した分、福割で発散させましょう。コロナに負けるな。